あ、もしもし、すいません。あ、そちら、ネックさんでしょうか？そうですが、は、自分、ちょっとボディビルをやらせてもらってるものなんですけれども、ネックさんっていう方がすごいボディビルに詳しいというか、まあ、大好きっていうことをお聞きしたんで、で、ちょっと自分、まあ、ちょっと3日後にボディビルの大会があるので、その体を分析していただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか？じゃあ見て感はい。想を言うという形で大丈夫ですか？あ、はい、すいません。じゃあ、そういう形でもね、今からちょっと動画をお送りするんで、はい、一応も大丈夫ですよ。う、あ、大丈夫ですか？じゃあ、すいません。今から送らせていただくんで、よろしくお願いします。わかりました。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。失礼してしまーす。はい、失礼しはい、失礼ます。しまーす。京介、山崎。山崎京介。まず第一に友達の彼がこんなに絞れちゃって、ちょっと感激しちゃってるんだけど、フロント、リラックス。多くの人が知らなかった現実。最初に目に飛び込んでくるのは彼、すごい幅の細いウエストを持ってるね。このいいウエストを中心に、彼の強い下半身、腰から脇にかけてのアウトライン、輪郭がなかなかいいよね。あと腹筋の2段目、3段目が左右対称で綺麗。この腹筋はかなり強調しても良さそう。フロント、ダブル、バイセプス。ポーズもいいね。ちょっと彼の前腕を見てよ。これ前腕強くね？特に右腕の腕頭骨筋？こりゃたまげた。その上に独立して盛り上がった上腕二頭筋もね。力を入れると浮き上がってくる筋肉群。これ面白いね。彼が出た最後の大会2019年だったっけ？その時より確実に変わってるでしょ、これは。フロント、ラットスプレッド。両足の付け根あたりにニョキッと方向筋。彼の強い前腕が腕と胴体の隙間を結構埋めてくれてるのもいいし、表情、この笑顔もいいね。まあ、気持ち胸を上に押し上げるイメージ、上にね。それでもいいかも。てか彼の LINE の返信がいつも朝5時台。そんなことある？で、その後朝一でジム行くっていう、素晴らしい。もうサイドチェスト。ここでちょっとガイノが気になるね。ただ肩にも胸にも入るストリエーション。サイドポーズいいよね。線が多く見られる。ふくらはぎもかなりでかいし。何よりもさ、顔がこんなに変わるもんなんだね。半年前に一緒に飲みに行った時から、もう減量スタートしてたけど、こんな小顔になっちゃって彼。バックダブルバイセプス。彼はハイラットの選手。圧倒的に広がるってわけじゃないけど、分厚い僧帽筋、大円筋も合わさってなかなかいい表情が出てる。どっちかっていうと弱点の広背筋の広がりと分厚み、これには今後期待で、いつも彼が青い服着てるけど、この青いビルパンもキラキラで可愛い。バックラッツプレババ！ここでは結構広がってていいよね。この時点で上腕三頭筋にストリエーションが見られる。ステージ上でまたどう見えるのかってところ、得意のスクワットからか、ケツもなかなかのサイズ。しかもなんか髪の毛もなんか増えてる気もしなくもなくもなくもないし、そういったこと含めてもなかなか調子は良さげかもしれない。次はサイドトライセプス。これはいいぞ。横から見た足の分厚さ、タイトで綺麗な腹直筋。上半身の分厚みもできるだけ見せれるように上体をひねる。角度が上手。何よりしっかり上腕三頭筋を見せれてる。で、脱力した時に思うんだけど、やっぱり京介プロポーション。いいね。ここで強みの足を見せる。振って、あ、ビビ！こうなるか。これは素晴らしいね。この凹凸。このクオリティ。ここからアブドミナル&サイ。形のいい腹直筋を含めて線が多く見られていい。ここでまたちょっとガイのが気になるね。ただ、足のマッスルコントロール、これは素晴らしい。ナイスポージング京介。これは大会がめっちゃ楽しみ。まあ、彼まだ若い選手なので、よりね、大胸筋やら背中に厚みが増した彼にも期待できそうですよ。ファイティン！